皆様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポットグルメ巡りインゲンです。このチャンネルでは旬の穴場情報、お得情報などをご紹介しておりますが、今回は目から鱗の穴場、とっておきの場所、便利で近くてお手頃価格、そんな素晴らしい場所を発見してしまいましたので、皆様にご紹介したいと思います。その名は伊豆大島。浜松町駅から北口を降りて約徒歩5分。竹芝客船ターミナルからフェリーで向かいます。手前にはコンビニもドラッグストアもあって大変便利。船に酔いやすい方は念のため酔い止めを購入しておきましょう。じゃーん！あっという間に竹芝客船ターミナルへ到着。広場のシンボル、マストも青空に映えますね。以前から憧れていた船旅ですが、豪華客船などは敷居が高い。先日海が見える楽しいお出かけスポットとして竹芝客船ターミナルの動画を作成いたしましたが、その際見つけてしまいました。なんと一キュッパ、往復高速船、そして名門ホテルの2食付きのプランでこのお値段、信じられますか？高速船は片道約8000円、往復で1万6000円。これだけでもお得なのに、私は今回都民割と全国割で8500円引き、さらに平日だったので2000円分のクーポンもいただいてしまいました。ほぼ1万円で船旅と離島の冒険、登山の夢が叶えられちゃう、そんなお得な旅の情報、これはぜひ皆様にお知らせしないとと思って動画にした次第です。そしてとっても感動しましたので、皆さんにぜひお伝えしたいなと思いました。以前波照間島に行った時も動画を作成いたしましたが、その時の船の揺れが概要だったので心配でしたので、今回も念のため酔い止めをしっかりと服用いたします。今回乗る高速船はピンク色の愛ちゃん。船には可愛い名前がついています。今回天候にも恵まれて波も高くはありません。大変穏やか。この青空も見てください。レインボーブリッジも綺麗に眺められます。期待が膨らみますね。出発時刻になり、いよいよ乗船です。伊豆大島は実は東京都。高速船ではわずか1時間半の距離です。よいしょ、いよいよ乗船です。シート番号を確かめ、自分の席に向かいます。私は下の階の席でした。座席の背もたれには番号が書いてあって、とってもわかりやすかったです。そしてなんと、満席。ツアーのお客様も多く、大人気。皆様こんないいところが、こんなに間近にあることをご存知なんですね。私にとっては、目から鱗の場所でした。
私にとっては初大島だったのですが、本当に素晴らしい場所で感動しちゃいました。到着してからまたゆっくりと解説させていただきますね。最初夜の10時ぐらいに出発して明け方に到着する普通便で、一泊の船の旅を楽しもうとも計画していたんです。そちらですと料金は約5000円とお手頃価格ですが、今回高速船の往復のとってもお得なツアーを見つけてしまいましたので、高速船を挑戦してみることにいたしました。沖まで来ると安定飛行に移ります。そう、海の上を飛ぶようにして航行するのでとっても早いんです。しかもほとんど揺れません。酔い止めなんて飲まなくてもよかったかも、そう思うぐらい順調な航行の始まりです。レインボーブリッジの下をくぐり抜け、お台場海浜公園、テレビ局さんと、あれは国際客船ターミナルですね。今日は豪華客船は停留していませんでしたが、そちらも先日遊びに行って動画を作成してしまったくらいとっても楽しい場所でした。南極船宗谷もぜひ皆様にご覧になっていただきたいなって思います。あまりに平和な航行なので、それでは早速、じゃーん、朝ごはんです。8時半出発だったので急いで握ってきたおにぎり、ちなみにこれ画像ではわからないかもしれませんが特大。水筒にはコーヒーを入れてきました。優雅なモーニングを楽しんでいる間に、あっという間に久里浜港に到着。ここで久里浜からの乗船のお客様がお乗りになります。大好きな船もいっぱい見られて、そして何より楽ちん。朝起きて浜松町駅を降りて5分、特に準備もなく船に乗り込んですぐに久里浜港に到着。船旅ってこんなに楽ちんだなんて、しかも楽しくて、新たな世界が広がったような気がします。久里浜港からは浜金谷港行きの船も出ています。のこぎり山の動画も作成しましたので、よかったらご覧くださいね。まだまだ乗っていたい、名残惜しい気持ちを感じる間もなく、本当にあっという間に大島へ到着。びっくりするぐらいあっという間でした。しかも船旅って楽ちんで本当に楽しい。接岸したらすぐ上陸ですから、歩く距離も短くて済みます。降りる際は判件を提出するので、なくさないように注意してくださいね。実は離島巡りは大好きで、それこそ石垣島、宮古島、波照間島、黒島、五島列島など多くの島を巡ってきましたが、伊豆大島は初めて。1時間半で来れてしまう便利さ、なんでもっと早く来なかったんだろう、そんな素敵な島でした。よいしょ、はい、大島初上陸です。わーい。綺麗な海と山、広い青空、こんな素敵な景観がお出迎えです。ようこそ伊豆大島ジオパークへ。このジオパークという意味を間もなく私は感動とともに知ることになります。
早速椿の絵が。今日の到着港は岡田港。天候や海の状況により岡田港または元町港に上陸します。それは当日の朝出発前に決定されます。どちらも立派な港で、レストランや内容、レンタカーの場所などもチェック、そしてバス停の場所も確認。三原山頂口行きを発見。前もってレンタカーを予約してこなかったので満車。今回はバスで気ままに旅をすることにしました。1時間に1本など本数が少ないので時刻表をチェック。私は2日間乗り放題のチケットを購入しました。港から三原山山頂口へは午前11時の1日1本しかなかったので、本当だったらレンタカーなどを借りられたり、私みたいに行き当たりばったりなおっちょこちょいな性格な人はしっかり下調べなどをされた方がいいかもしれませんね。竹芝客船ターミナルやバスの中に時刻表がありますので、それをしっかりゲットしてくださいね。それでは三原山山頂口に向かってバスの旅出発です。伊豆大島は登山だけではなく、釣りや砂浜、海遊びなどいろいろな楽しみ方があります。私は登山やトレッキングが好きなので三原山山頂口に向かいますが、もちろん温泉やグルメ、景色を楽しむだけでも本当に素晴らしい経験ができること間違いなしの島です。見えてきました。こちらが本日宿泊する宿、大島温泉ホテルさんです。今回はこちらでは降りずに、そのまま山頂口のバス停へ。バス停を降りたところにある休憩所で準備をしっかりと整えます。そしていよいよ登山口へ。登山の前に腹ごしらえをされたい方、こちらにしっかりとお茶屋さんはありますよ。お腹が空いていては登山のパワーは出ませんものね。椿油を混ぜた天ぷらや足束のお蕎麦、大島の名産品を使った定食など美味しそうなものがいっぱいです。三原山の峰の中で最も高い三原新山は758メートル。本日私が選択するのは三原山に登り、可能ならば火口を一周するお鉢巡りルート、そしてそのまま大島温泉ホテルへと抜ける盛りだくさんの充実コース。うわー、見てください、この景色、素晴らしい大自然が目の前に広がります。山頂までは道も舗装されていて歩きやすいルート。こんな素晴らしい景色を眺めながら歩くことができるなんて、ワクワクしっぱなしです。お子様連れの方も多かったですよ。地図でしっかりと所要時間もルートも確かめます。先ほど私が申し上げたルートはだいたい2時間半から3時間ぐらいかかるコース。ただし万が一アクシデントが起こったり、体力的に何か難しいなと感じたら、帰りのバスは14時40分、それに間に合うように引き返すこと、いろいろな
場面を想定しながら出発いたします。不思議な動物の鳴き声や鳥のさえずりを聞きながら足を進めます。今日は天気もよく、素晴らしい青空が広がっていました。まずは山頂まで約45分、頑張ります。お花もきれいに咲いていました。こちらは噴火した時に一時的に避難する避難壕です。実は伊豆大島全体が活火山。前回の噴火は1986年、わずか37年前の出来事です。途中、噴火した時の名残を見ることができます。溶岩が作り出した地形や景色は独特のものがありますね。こちらはパホイホイ溶岩。マグマの粘り気が弱い時はこのようにシワが寄った形態になることもあるそうです。この辺りの溶岩は1777年頃に噴火した時のもの。パホイホイとは滑らかな溶岩というハワイ語だそう。ご覧ください、このようにシワもくっきり。貴重なものがいっぱい見ることができますね。登るほど珍しいものもいっぱいですよ。大自然の中の道をひたすら進みます。いかがですか？歩いたような気分になっていただけますように。噴火の時に吹き出したと思われる黒っぽい穴だらけの石もいっぱい積み重なっていました。そしていいところにベンチとテーブルも。まだほとんど歩いていないので、休憩の誘惑を振り切り足を進めます。ゴツゴツとした黒い石に自然の雄大さ、力強さを感じます。そしてこの広大な景色、お足元がおつらい方は山頂まで登らずとも、こうしてバス停から少しだけでも足を進めるだけで素晴らしい光景に出会えますよ。この光景からジュラシックパークを想像しちゃいました。映画ゴジラの撮影に使われたというのも納得の光景です。バス停と海もだいぶ遠くなってきました。ここから若干傾斜がきつくなってきます。とはいえそれほど大変なものでもありません。標高や案内もあるので、ご自身の体力と相談しながら無理なく登山をなさってくださいね。あと100メートルなら一気にそのまま向かおうと思ったのですが、とっても眺めのいい場所にベンチを発見。ここで休憩を取ることにしました。頬を撫でる風もとっても心地よかったです。しっかりと休憩を取ったせいか、あっという間に到着です。山頂に着きました。ここまで1時間もかかってはおりません。火口を眺められる展望所まで
約10分。自分の余力としっかり相談し、今回はお鉢巡り一周約 4,50 分を選択することといたしました。この大きな岩は大量の溶岩が積み重なってできた塊だそうです。こちらは三原神社。しっかりと頭を下げて参拝します。条件がいいと鳥居越しに富士山が眺められるのだとか。1986年の噴火の際、流れ出た溶岩流は社殿を避けるように流れを変えたそうです。その神聖さにあやかり、無事に下山できますようにとお祈りさせていただきました。自然の雄大さと神秘的なパワーの両方を感じられる神聖な場所です。この先にはお手洗いもありますので安心ですよ。お子様連れの方などは約9分の展望所へ。私はお鉢巡りに出発いたします。ここからはぐっと人が少なくなります。ここで面白いものを発見。こちらのポコッと突き出した小山のようなもの、これはホルニト。下を溶岩が通った際吹き出したものの名残だそうです。ではここでじゃーん、絶景を眺めながら行動食をいただくといたします。止まらなくなっておやつもいただいちゃいました。栄養補給万端でお鉢巡りへ。奥が徒歩10分の西口展望所を選んだ方たちの姿です。あちらからでも十分火口が眺められますね。私はもうちょっとだけ頑張って一周するとします。海の眺めもとっても綺麗、そしてもちろん山も。雲の影が前を横切ります。こちらは火山観測機。避難命令は出ておりません。そしていよいよこちら、じゃーん、山頂中央火口です。なんと直径350メートル、深さ200メートルです。実際に見ると、その大きさに圧倒されますよ。噴火の際は、ここからマグマが噴き出し、溶岩が溜まっていたなんて。不思議ですよね。そして迫力ですよね。こんな光景が、浜松町からわずか1時間半でたどり着ける島にあるなんて。住所は東京都。もっと早く来ればよかった。そして皆様にもこの素晴らしさが伝わりますように。お役に立てればいいなって思います。間近で火口を眺められるお鉢巡り、ぐるりと一周、大迫力ですよ。そして迫力といえば、ん？何？この煙、びっくりしますよね。噴火ではなく、中の水蒸気が温められて出てきているそうです。そしてこちらが裏砂漠。日本地図で砂漠と表記があるのはここだけなんだとか。上に登り360度一周したからこそ眺められる光景ですね。
ではドキドキしながら、先ほどの水蒸気が噴き出している場所へと近づきます。あたりはあったかくて、本当に噴火しているんじゃないかと心配になるほど、一気にこの雲の中を駆け抜けます。はい、無事に水蒸気の中を通り抜けました。無事でよかった。そしてもう少し歩くと2つ目の火口を見ることもできます。こちらも大迫力。吹き上がった溶岩のしぶきは赤い柱となって1500メートルも吹き上がったのだとか。ここも煙がもくもく、そして熱いんです。地熱かしら。ヒヤヒヤしながら先に進みます。ここで山頂に戻るのではなく、大島温泉ホテルへ抜ける横道へと入ります。約65分、いいところにベンチがあったのでしっかり休憩。ほっと一息。噴火してるんじゃないかなって、やっぱりちょっと緊張していたみたいです。裏砂漠はあの辺りかしら。こちらはジオロックガーデン。不思議な形の黒い岩がニョキニョキ広がっています。これも溶岩流に運ばれたマグマのしぶきが変形したもの。わずか一日足らずでこの奇妙な岩石のガーデンを作り上げたそうです。この辺りはゴツゴツとした岩場、足元はジャリジャリとして若干歩きにくく滑りやすいかもしれないのでご注意くださいね。そして少し歩くと打って変わって緑の光景が広がってまいります。岩の間から木々や草が生えてますよね。植物の再生、黒一色だった大地から生命が芽吹いています。生命のたくましさを感じますね。なおジオパークとは、地球活動の遺産を見どころとする大地の公園という意味だそうです。そして大島温泉ホテルも見えてきました。目的地が見えているということは安心感につながりますね。裏砂漠はここからすぐそば、入り口付近で眺めてきました。若干疲れてきたので無理をしないが鉄則です。水分をしっかりとって再生の一本道へ。火山活動から植物が再生する様が見られます。この道はだんだん両脇にもお花が咲き始め、歩いていてとても楽しい道です。花の名前をもっと覚えないとですね。ご覧ください、こんなに綺麗な花も咲いていました。白ヤシオだったかな。ここまで来るとあと少し。表示では2時間半程度の道のりでしたけれども、私は休憩も多く取ったので3時間ぐらいはかかってしまいました。
バス停を降りたところに自販機があるので、多めに飲料水は持って行った方がいいですよ。再生の一本道は、いつか森になる道と木漏れ日トンネルという2区間に分かれています。素敵なネーミングですね。この実は何の実ですかとツイッターでお尋ねしたら、ヤシャブシの実ではないでしょうかと教えていただきました。いつもありがとうございます。お花の名前を教えていただいたり、お世話になりっぱなしです。いつか森になる道を抜けると、多分この辺りから木漏れ日トンネルに入ったのかな。両側から木の枝がトンネルを作り、木陰を作ってくれています。今まで日陰がなかったので、とっても嬉しい。標識もこの通り。本格的なトンネルになってきました。とっても歩きやすくて素敵な道です。日陰もあって涼しくて、ここでやっとあることに気づきます。今まで登るのと景色に夢中で気づいておりませんでした。そう。山頂付近では日陰が全くなかったことに。そして、歩くのに精一杯で日焼け止めを塗り直していなかったことに。この悲劇については後ほどご説明いたします。皆様はご注意を。今はこの道の美しさを堪能いたしましょう。本当私っておっちょこちょいですね。こちらに来る 2,3 日前に大雨の日があったので、若干ぬかるんでいる場所もありました。転ばないように注意しないとですね。実は一箇所つるっとしたところがあったのですが、なんとか持ちこたえました。そしてトンネルを抜けました。今まで通ってきた道を振り返ると感慨深いです。ここからは舗装された道です。大島温泉ホテルさんは絶景、露天風呂も有名な名門のお宿です。お花も満開です。とっても綺麗。早速歓迎してくれているみたい。これからお食事も景色もご説明いたしますが、本当に素晴らしい宿でした。おすすめいたしますので、ぜひご覧になってくださいね。今来た道にツツジ園もあったのですね。もう少し早ければもっと満開だったかも。ホテルには広い駐車場もありました。レンタカーの方も安心ですね。目の前に広いガーデンもあって、富士見晴らし台も、でも残念ながら曇ってます。頂上であんなに天気が良かったのだからよしとしないとですね。そしてこの見晴らしのいい場所に立っているのが本日の宿、大島温泉ホテルさんです。登山の帰り、本当にいい場所にありますよね。楽しみにしていました。優しく出迎えられ、早速本日のお部屋へ。
ヘトヘトだったので、3時にはお部屋に入れてとっても嬉しい。わあ、玄関もとっても広い。椿の花がとってもかわいい。心遣いが嬉しいですね。襖を開けると、わあ、広い。お布団も準備してくださっています。そして、じゃーん！いかがですか？これが今日のお部屋からの眺め。絶景です。そして湯気の立つこちらが温泉。うわあ、これが三原山と樹海。先ほどまであの頂上を歩いていたなんて信じられませんね。左の黒っぽいところが裏砂漠。それもすべて眺めることができます。部屋から眺めるとこんな感じ。アメニティも必要なものはしっかりと揃っています。浴衣もサイズが揃っていて、こういう古き良きスタイルがほっとします。名物アシタバ茶とお茶受けのお菓子も、こういうのがほっとして嬉しいんですよね。早速浴衣に着替えて、窓際の椅子に着席。絶景を眺めながらお茶をいただきます。この景色を独り占め、贅沢すぎますね。お部屋のどこから見ても絶景です。お部屋はとっても広々。なお、この後の温泉露天風呂も絶景でしたよ。撮影はできませんが、アシタバ茶ってとっても健康にいいんですよね。私はパウダーを買って帰ってヨーグルトに混ぜ込んだりしています。疲れが取れる気がします。このお菓子もとっても美味しかったです。疲れた体に上品な甘さが染み渡ります。では早速温泉へ。道すがら屋上に出られる階段を発見。屋上のテラスに出てみますね。すると、うわー、部屋の反対側は海。こちらもとっても見晴らしがいいです。そして反対側は三原山。樹海と三原山と裏砂漠、すべてが眺められる抜群の立地。そして登山の後の温泉、最高です。入り口の飾り付けも手作り感があってとっても可愛いです。売店にも可愛いお土産がいっぱい、しかもお手頃価格。私からのアドバイスは、明日朝買おうではなくて、空いてる時に買っておきなさいです。ほんと、椿油とか美容にいいものもいっぱい、心惹かれますよね。館内を散策。こちらは明日の朝食会場。眺めがとっても素晴らしいレストランです。明日の朝が楽しみ。では早速温泉へ。お風呂は男女入れ替え制。今回は左側が女性でした。ここで奇跡が。入浴を終えて部屋に戻る前にテラスに出ると、とっても綺麗な夕焼けと
富士山です。うわー、こんなに綺麗に見えるなんて。この映像を皆様にお届けできてよかったです。そしてお待ちかねの夕飯です。じゃーん、前菜がしっかり用意されていました。どれも美味しそう。金目鯛、手作りのお豆腐、そしてマダイとカンパチのお刺身、お豆腐専用のお塩、青唐辛子のお醤油、明日葉のごま和え、大島の名物の素敵なおもてなしです。こちら金目鯛のしゃぶしゃぶコースの内容です。金目鯛の煮付けも運ばれてきました。もうツヤツヤ。そして茶碗蒸し、お式には椿の花が描かれていました。青唐辛子のお醤油はいいアクセントになっていました。お豆腐専用のお塩もかけると手作りのお豆腐も最高。金目鯛の煮付けもふんわりふっくら。ウニしいたけも珍しくて、そして美味しかったですよ。明日葉のごま和えも、ここでだし汁も湯気が立ってきたので、早速しゃぶしゃぶを始めたいと思います。どうしたらこの美味しさと楽しさを伝えられるかなと撮影に試行錯誤している様子です。しゃぶしゃぶ、あ、つい多く火を入れすぎました。そしてポン酢が遠いという、食レポをされる方たちってほんとすごい。慣れてないとちょっと恥ずかしい。こちらは明日葉ご飯、実は大盛りを小声でお願いしちゃいました。ダイエット中のはずなんですけどね。これが私のいけないところ。でも今日は美味しいので許してくださいね。ダイエットは明日から。すると皆さん登山してるんですからいいんですよ、なんて優しい言葉をかけてくださるので甘やかされてしまいます。皆さん本当ありがとうございます。デザートの大島牛乳のアイスクリームも本当に美味しいですよ。そしてご覧ください、すべて完食です。あの大盛りのご飯も、食後パンパンに膨らんだお腹を抱えながらテラスへ。案内してくださったホテルの方がおっしゃるには、ここ3ヶ月で一番綺麗な夕焼けだったそうです。感動でした。そして満月も見られましたよ。貸し出しの本や卓球台もある至れり尽くせりのサービスでしたが、その日の夜は爆睡、おやすみなさい。そして翌朝、おはようございます。朝の部屋からの景色です。朝起きてカーテンを開けたらこの景色が見られるんですよ。こちらはテラスから眺めた海です。本当に素晴らしくて朝から感激です。登山をされなくてもこの景色だけでも眺めに来てほしい、そう申し上げた意味がお分かりになりますでしょうか。山の稜線もくっきり、大自然に癒されます。
日焼けで肌はヒリヒリしておりますけれども、眺めながらもうすでに次いつ来ようかななんてことを考えてしまいました。昨日本当にあの山を登ったんだなと思うと感慨もひとしおです。朝、女性は右側のお風呂でした。こちらの方が露天風呂は暑かったかも。朝食会場に今日も岡田港を使うという案内が。離島の食材を生かした朝食がずらり、洋食も用意してくださっていました。この景色もごちそうです。大島牛乳ももちろん美味しかったです。取ってきた食材でもりもりのオープンサンドを作ってみました。美味しいコーヒーとともに優雅なモーニング、いっぱい食べて体力回復もバッチリ。窓に備え付けの案内図と答え合わせをしながら裏砂漠を眺めます。あれが櫛形山、あれが剣ヶ峰、あの黒い筋は溶岩流、そんな風に覚えるのも楽しいですね。部屋からの眺めを目に焼き付けて、お部屋と皆様に感謝をしてチェックアウト。名残惜しいです。ホテルの送迎バスで私は岡田港ではなく元町港に送っていただきました。私の予約した便は夕方の便。今から島内一周観光に出発したいと思います。元町港は岡田港とはまた違った雰囲気。この近くの工房浜はビーチリゾートとしても有名です。観光前だというのにハーブも買いたくなっちゃいました。そしてお野菜も、明日葉も買って帰りたいな。この辺りにはお店もあって民宿もいっぱいありました。皆さんとっても親切で、お花や家庭菜園が大好きなので植え替えをされていた島の方と話が弾んじゃいました。元町港の方が実は観光協会もあって観光の起点、バス停もこちらに多くあります。ここで待合所の方から焼きたてのパンの美味しそうな匂いが、島の方たちも買いに来られる大人気のパン屋さんを発見しちゃいました。後ほどご紹介しますね。バスの本数が少ないので、まずはバスに乗り込みます。最初に向かうのは地層大切断面。じゃーん、ご覧ください。この地層、まるで巨大なバウムクーヘン。約2万年もの間起こった大噴火が作り上げた地層だそうです。島の噴火の歴史が刻まれていますね。大島には至るところに自然の偉大さを感じられる景色があります。間近で眺めると、ほんと圧倒されっぱなしですよ。この千羽崎の太平洋の先に見えるのが豊島、神津島、式根島、新島。ぜひ次に訪れてみたい島々です。また挑戦いたしますね。とっても楽しみです。
ここで一つ島の方たちがとっても温かくて感謝を伝えたいなと思ったことが一つ。バス停の前には木陰が何もなくて、反対側の木の下でしゃがんで次のバスが来るのを待っていたんです。すると具合が悪いのかなと気遣ってくださったのか、見回り中の警察官の方が大丈夫ですかと温かく声をかけてくださいました。ご心配をおかけしてすみません。でも女性一人旅でも安心して島を巡ることができました。ありがとうございます。そうそう、先ほど巨大バームクーヘンと言ったのはちゃんとこちらに書かれていたから。食い意地は張ってますけれども、私がバームクーヘンが食べたいからではありませんよ。というわけで次のバスにも無事乗ることができました。バスから眺めると地層の大切断面は本当に長く延々と続いていました。見どころ満載の場所でしたよ。まもなく出てくる黒い地層に注目。はい、この黒い部分、海底火山が海上に姿を現そうとした時にできたもの。最も古い地層だそうです。こちらから次に向かうのは波部港です。内側に奥まった湾はとってものどか。噴火で開いた火口に水が溜まってできた湖、それが縁が崩れて海につながって、その後人の力で岩を取り除いてできた港だそうです。バスの便数の関係で今回は車窓観光のみ。乗ったバスでそのまま見晴らし台へと向かいました。というわけで波部港見晴らし台からの景色をご紹介いたします。じゃーん、こちらが波部港見晴らし台です。いかがですか、見晴らし台からの眺め。素晴らしいですね。湖が海とつながってできた、まさにそんな地形をしています。波部港はご覧の通り穏やかで美しいので、保養や執筆などで多くの歌人や作家たちが訪れたそうです。川端康成の伊豆の踊り子も波部港が舞台。波部港には伊豆の踊り子の里資料館があり、無料で入ることができます。資料館には当時の様子を再現した人形などもあり、まるでタイムスリップしたような気分を味わえるのだとか。バスの本数さえあれば途中下車して寄りたかったのになって思います。島の皆様からもお寿司が美味しい店はここだよとか、コロッケが美味しい店があるんだよとか、いろいろ教えていただいてたのですが、寄れなくて残念。せめてこの美しい光景を目に焼き付けていこうと思います。コロッケとお寿司、夢に見そう。あ、もちろん資料館もですよ。行きたかったな。この近くにはキャンプ場もあるので、いつか寄ってみたいなって思います。今回も次のバスまでやや時間があったのですが、バス停の周りには
休憩できるベンチもあったので、そちらで待つこともできて、おかげで大丈夫ですかと声をかけられることはありませんでした。もうちょっと先まで行けば筆島なども見られたのですが、さすがにここからは見えなかったです。次のお楽しみに、本当に自然でできた名所がいっぱい。無事にバスに乗ることもできて、ハブ港を経由し、コロッケとお寿司に後ろ髪を引かれながら、地層大切断面を車窓観光。そういえば行きで運転手さんに、地層断面図行きますかって聞いた時に、行きますよと答えてくださいましたが、微妙に間違ってますよね。地層大切断面です。本当皆さんには親切にしていただいて感謝しかありません。バスに揺られてのんびり目的地に連れて行っていただける旅もいいですね。疲れないし慌ただしくないし、いいかも。しばらくバスに乗ると、一旦元町港へ戻ります。バスの観光はここが拠点。次のバスの出発時刻まで元町港の周辺を散策します。釣り竿の貸し出しもしていらして、時間があれば釣りも楽しみたいですね。何が釣れるのかな。ここから眺める夕日もおすすめだそうです。機会があればぜひ眺めてみたいな。元町浜の湯では露天風呂に入りながら、伊豆半島に沈む夕日を眺めることができるそうです。この周辺のお店の定食屋さんはどれもとっても美味しそうで、ぜひ寄りたかったのですが、今回どうしてもバスの時間が合わず断念。でも次に来る楽しみが増えました。次こそぜひ寄りますね。さて、椿の可愛い模様のバスで向かうのは椿トンネルと千頭の切通し。椿の時期は終わっていますが、この千頭の切通しは不思議な景観が眺められる名所。ここも見落としがちな場所なのですが、バスの運転手さんが道すがら教えてくださいました。というわけで、じゃーん、いかがでしょうか。突然現れた石段、そして両壁には巨木が。この切通しを渡った先には、まるでタイムスリップしてしまいそうな不思議な心地さえします。異空間に迷い込まないようにすぐに引き返すことといたします。巨木の間の細い切り通し、神秘的な不思議ささえ感じる光景でした。異空間から戻ると現実が待っています。というのも、帰りの船に乗るためには次のバスに乗って岡田港に向かわねばなりません。次のバスが来るまで5分、千頭バス停まで猛ダッシュです。行きに通ったバス停なので距離と
場所は把握しています。あとは自分の体力だけ。というわけで、無事間に合いました。よかった。そして岡田港へ無事到着。3時半の出港までやっと時間ができたのに、ランチタイムにはちょっと遅かったんです。残念。でもターミナルでは名物べっこう寿司にありつくことができました。べっこう寿司とは白身の魚を名物、唐辛子醤油につけたお寿司のこと。ピリ辛な味わいが癖になる美味しさです。時間があったので町に貢献した偉大な力士伝吉さんの石碑も見てまいりました。隣の大きな石、これを持ち上げたなんて本当にすごい人だったんですね。伝吉祭りというお祭りもあるそうですよ。売店一峰さんでは大島牛乳と大島さんの卵を使った名物のプリンを購入。船の出発は3時半なので、それまでターミナルでくつろぎます。見てください。このツヤ、色。おやつにとっても美味しそう。プルプルです。大島牛乳も美味しかったので、早速、いただきます。とっても美味しかったです。ぜひ皆さんも。そして2階の売店では海のパン屋さんの出張所がありました。塩バターパンはバターの香りがふんわり、フルーツリュスティックはフルーツがザクザク入っていました。このままだと永遠に食べ続けてしまいそう。帰りの船は午前の10時半と15時半発。行きは愛ちゃんでしたが、帰りはともちゃんです。ちなみに昨日の行きは8時半発と14時15分発の2便。行きも帰りも好きな便を選んでツアーで組み立てることができます。無理のないスケジュールが組めますよ。海も底が見えるぐらいとっても綺麗です。自然や温泉を楽しみたい人には大満足な場所でした。また来てね。はい、また来たくなりました。なお今回、ツアーの料金は、往復ジェット高速船と大島温泉ホテル、1泊2日2食付きで19,800円。私は一人部屋でしたので3000円プラス。それでも22,800円。そこから8,500円の割引と2,000円のクーポンがついて約10,000円引き。ざっくりと10,000円ちょっとで今回の旅ができます。よいしょ、乗り込みました。船旅楽しみです。船内では膝掛けも借りることができます。レンタカーも6時間4、5000円のところが多かったですよ。私は2日間乗り放題のバス券で3100円でした。ちなみに夜の船で朝到着、そして日中遊んで午後の高速船で帰る。そうすると宿泊を伴わないので、とってもお安く過ごすことができます。ビーチも日帰り入浴もありますし、予算に合わせて過ごせます。手を振ってお見送りをしてくださいました。私も振り返しましたよ。ふと見ると同じ列の方もプリンをお土産に購入されていました。やはり名物人気なんですね。安全に高速飛行に移ります。揺れずにあまりの気持ちよさに
ここから記憶がありません。爆睡してしまったようです。1時間半ですので、あっという間に到着。船の乗り降りって楽ちんですし、これからもっと人気が出そうな気がします。ぜひ今のうちに。到着するともうこの橋を渡って5分歩けば浜松町駅です。ぐっすり眠って、はい、上陸です。さて、ここで寝ぼけてた私は大事なことをミスしてしまいます。皆さんがそんなことがないようここで注意喚起をしておきますね。実は元町港の周りにはもっと東京プラスリージョンペイ電子マネー、つまり休日1000円、平日2000円のクーポン券がいただける話はしましたよね。ですが元町港の周りには使えるお店が多かったそうなんですが、岡田港の周りはあまり使えるお店がなかったんです。その際、到着してすぐ左のアンテナショップアイランドさんですと、もっと東京プラスリージョンペイなどの電子マネーを使ってお土産を購入することができます。リージョンペイは期限があるので、旅行が終わる日の夜の12時までに使い切らないと消えてしまう電子マネー。東京限定の電子マネーなので、東京で帰ってきてから使えないこともないのですけれども、せっかくならお世話になった島の皆さんの利益につながるように使いたいですよね。島のおやつは現金を使って購入することが多かったので、疲れた私はそのままあまりの便利さに家に帰ってきて爆睡。気がついたらリージョンペイは消えていました。皆様はこんな失敗はなさりませんように。皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、迷わずに行って楽しめるような説明を心がけています。お出かけや旬の穴場スポット、お得情報などもご紹介しています。少しでもお役に立てれば嬉しいです。よければチャンネル登録・高評価お願いいたします。どうか大島と船旅の魅力が伝わりますように。次の動画もお楽しみに。